イダ、またはアイダ、またはアイダは太陽系の小惑星の一つ。コロニス族に属する。1884年9月29日にオーストリアの天文家、ヨハン・パリサによって発見された。英語読みではアイダとなる。名はギリシア神話に登場する幼少のゼウスを育てた妊婦の一人でアドラステイアの妹イデイに由来する。 1993年8月28日、木星探査機ガリレオがイダの近くを通過し観測を行った。この時に撮影された写真によって直径 1.4km の小さな衛星を持つことが発見された。また、イダは二重小惑星であることが初めて確認された小惑星である。MUSESC 以降景気の 探査対象候補として検討されたこともある。探査機、ガリレオの観測によって、イダの表面には3つのレジオ、1つのドルスム、多数のクレーターが発見された。レジオは、ヨハン・パリサと彼が、多くの小惑星を発見した場所にちなんで、パリーサレジオ、ポーラレジオ、ビエナレジオと名付けられた。ドルスムは、ガリレオ運用チームの一人であったキム・タウンゼントに、ちなんで、 タウンゼントドルスムと名付けられた。クレーターは世界各地の洞窟から名付けられた。探査機ガリレオによって発見された衛星には S1993-1 というカリフ号が与えられ、後にイデヤマに住む妖精、ダクティリニちなみ、ダクティルイダイダクトルと名付けられた。小惑星の衛星が直接確認されたのは、これが初めてである。いだが、 どのようにして、ダクティルを持つに至ったかには、主に二つの説がある。一つは、イダに、別の小天体が衝突した時に弾き出された破片が、ダクティルを形成したという説。もう一つは、十億年以上前にイダとダクティルが、体で形成したという説である。いずれの説も、決定的な証拠は見つかっていない。ダクティルの発見以降、小惑星が衛星を持つことは、 珍しくないと考える研究者が増えている。ありがとうございます。